ここ、私の部屋？戻ってきちゃった。なんで？どうして？エーテルインフラから強制切断。エラーコードオリンピアって。何それ？携帯電話もダメ。この辺りのエーテルインフラが切断されてる？何が起きてるのよ、これ！お姉ちゃん！これ、この前の化け物。あれ、逃げるわよ！こんなにいっぱい化け物が。何なのよ、これ。どうなってるのよ！何が起きてるって言うのよ！杉ちゃん、こっち。氷、よかった、氷、無事で。氷にもあの化け物見えてるのよね。あれが何か調べられる？私今エーテルインフラに入れなくて。杉ちゃん、話は後、とにかく外に出よう。エーテルは大気中に存在する粒子のはず。それが使えなくなるってどういうことなの？一体何が起きてるの？大丈夫。氷？大丈夫だよ、ひつぎちゃん。何も心配いらない。心配いらないから。私を信じて。任せて。氷、ここ、本当に安全なの？あの化け物、どこから出てくるかもわからないのに。杉ちゃん、聞こえてないんだね。マザーが全部教えてくれてるのに。どうして杉ちゃんには聞こえてないの？だから言っただろう。その子は裏切り者で。マザーから見放されてしまったんだよってさ。あんたは？改めて自己紹介しようか、お嬢さん。私はハギト、アニエ・ハギト。マザークラスター、金の使徒さん。マザークラスターの幹部って言えば、イメージしやすいかな。幹部？金の使徒って何？マザークラスターはエスカの管理を行うマザーに選ばれた人たちで。エスカの管理を行うだけ？その程度のわけがないだろう。今や全世界の通信技術はエーテルによって賄われているんだよ。そのエーテルを発見し、技術を伝え、世界に普及させたのがマザークラスター。マザークラスターは世界につながっている。私の会社を大きくしたのはもちろん私の開発力によるものが大きいけれども、まあいろいろ便宜は図ってもらったかな。大企業や各国政府の要人にもマザークラスターのメンバーは存在する。この意味がわかるかな？マザークラスターの力があれば何でもできる。学校一つの掌握なんて朝飯前。世界だってあっという間に意のままさ。何よそれ。それってつまりマザークラスターが世界中を支配してるってことじゃない？杉ちゃん、違うの。そうじゃないの。マザークラスターは支配してるんじゃないの。世界を裏から支えてるの。マザーがそう言ってたんだよ。マザーがそう教えてくれたんだよ。氷、この化け物も全部あんたが操って。氷まで。おっと、勘違いしないでほしいの。私は氷ちゃんまでは操ってないよ。
彼女は彼女の考えで動いている。マザーから連絡を受けて君を救おうと思って動いている。それだけだよねえ。杉ちゃん、お願い、何も言わずにアルクを渡して。そうすればマザーは杉ちゃんを許してくれるって言ってたから。マザーは絶対に約束を守ってくれるから。アルンはマザーが求めてる。どうして？そんなのどうだっていいの。スギちゃん、お願い、スギちゃん、アルクを渡していつもの日常に戻ろう。お姉ちゃん、怖い。アル、マザーの言葉、私が見たのは、信じるべきは。どうして？本当、この状況でどうしてこんな選択をしたのか、私も聞きたい。合理主義者のつもりだったんだけどね。でもね、何もわからない状況でもアルは私を助けてくれたの。私だって見捨てることはできない。下がってなよ、氷ちゃん。君の役目は終了。ここからは私の役目。待って、ひつぎちゃんは騙されてるだけなの。話せばきっと分かってくれるから。氷、学生のお遊戯は終わり。ここからはビジネスなんだよ、お嬢さん。私とマザーの契約に従ったビジネスだ。私の仕事は、そのアルという子を回収し、マザーの元に届ける。スムーズな仕事こそ私の信条。すべて効率よく、手を煩わせず、簡単に、まるでアプリをいじるかのように。光り輝くタブレット。これが見えるんだね。マザーが目をつけるだけあって、大したエーテル適性じゃないか。これはエメラルドタブレット。幻想子を精密指揮し、能力の底上げや改造量産もお手の物とする私の具現武装さ。あの化け物を生み出した。おいおい、ここまでの説明を受けてなお、エーテルが通信だけに使われるものだと思っていたのか？エーテルの刺激とは、すなわち空想の具現。エーテルを掌握すれば、このように自分の軍隊を作り出すことも容易なんだよ。さあ、私の部下よ。私の手となり足となり、無駄なく効率よく仕事を完遂しろ。これで終わりなの？私はここで終わっちゃうの？何も知らないまま、何もわからないまま、ただ失うだけで終わっちゃうの？お姉ちゃん。ダメだ。諦めたら絶対にダメ。今度こそ絶対に。私は守ってみせるんだ！その武器は、具現武装。この土壇場で発言させたのか。なるほど。私に仕事が回ってくるわけだ。だが、この程度のイレギュラーは織り込み済み。君のようなバグを潰すのも仕事のうちさ。なんだ、この反応は。熟訓。
っ